これは半分食べかけのポテトチップスの袋。どうなんですか、これをあの収納のクローゼットの中に。 Hi, I'm Marie Kondo. Today, I'm going to show you how to fold the KonMari way, including some tricky items. 靴下の畳み方です。2つを重ねて1つにする。そしてこれはとても分厚い靴下なので、この場合は3分の1ですね。引き出しの中ではこんな風に畳みます。シャツです。シャツは普通はあのかけて収納することの方が多いアイテムですが、一応畳んだ。そして身頃を中心とした四角を作っていきます。そして反対側も畳みます。裏側も畳んでしまう。これはブランケットですね。でこういった四角いアイテムのものに関してはもうとても単純で、もう四角と四角を合わせてどんどん畳んでいきます。とてもすっきり畳み上がりますね。これは半分食べかけのポテトチップスの袋。どうなんですか、これをあの収納のクローゼットの中に入れたことがないので、多分おそらくこんまりウェイで行くと、ここをこう空気を抜いて愛情を込めながらたくさんこう畳んでいくといいと思います。もしくは中身を全部食べちゃうというのもありですね。ヨガマットですね。ヨガマットはもうこれは畳んでしまうよりも巻いてしまう方がこういった素材では圧倒的におすすめです。くる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 、これは気持ちもとても大切ですね。こういつもこうカームな状態でヨガをさせてくれてありがとうという気持ちを込めながらこう長くくるくる巻いていく。次はデニムジャケット。これも基本的にはクローゼットの中でかけて収納するのが、ちょうどデニムジャケットって半分で分かれているので、他のものとは違っていきなり半分に畳んでしまっても大丈夫です。半分に畳んでしまって、それから外のだけを畳んでいく。そして半分に折る。ではこう冬物の小物系ですね。そしてこれも、これはちょっと途中はねじれてるタイプのニット。これも恐れる必要はないです。普通に一回床に広げてみた上、床というかテーブルの上に広げてみた上で半分畳む。この場合はこれだけでいいかもしれません。最後にバッグ類ですね。バッグに関しても畳めるものは畳んでしまって大丈夫です。例えばこうしたキャンバス地のバッグなんかはとても畳むのは簡単ですね。なので例えばもう半分に畳んでしまって、手を入れる。ただこうした革系のバッグは私は畳むのはおすすめしません。私のおすすめとしては、こう中にこう形のしっかりとした小さなバッグを入れてしまって、バッグインバッグの収納法にしてしまうのがいいです。そしてこういったナイロン系のバッグ、これもなるべく薄くして、手を中に入れて半分に畳む。それから全体的にこれを巻いてしまってもいいかもしれないですね。その方がシワになりにくいです。Thank you for watching. I hope you had fun.